はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4 DLC ヌカワールド続きやっていこう。前回はこのドライロックガルチというパークを、ロボットたちの保安官代理人となって問題解決してあげて、で、ディサイプルズを振り分けて、今回はいよいよパークの最後、サファリアドベンチャーを確保。で、平等には振り分けられないけど、またどっかのギャングにここを振り分けてあげて、サファリアドベンチャー確保。前回は、この中身のボルトスーツ着るの忘れて、パン一にあんま着てるっていうとんでもない変態格好だったけど、今回ちゃんと着替えてきて、あとそうだ、使うかわかんないけど、しばらく道具箱に眠ってた、ビッグボーイ持ってきたから、まあ装備しとこう。ランチャーの弾一発につき2発飛んでいくっていうね、超壊れ武器だから自爆の危険もあるんだけど、さてここだね、サファリアドベンチャー一番奥側のエリア。お、なんか尻尾見えた今。なんだろう今の、あれサファリアドベンチャー、サファリアドベンチャーだからモンスターがもう大量にはびこってるとか、そういう、あれ？だって今のデスクローっぽく見えたけど、ゲータークロー？デスクローじゃない？かかってこい。お前と俺だけだ。強くないね、そんなに。オッケー。あ、何かいいことがあるかもな。サファリアドベンチャー、あなたは、あなたは、男、お、え、なんだあなたは、はい、お前が怪物倒すの見た、お前友達か、なんか原始人っぽい、友達になろう、どうしてそんな話し方を、大丈夫かな、どうしてそんな話し方を、ごめん、シートは話すのうまくない、家族は話さない、長い間ずっと人間とは話をしていない、お前怪物を一人で倒した、怪物は強いけどお前もっと強い、怪物を倒してくれて嬉しい、怪物がシートと家族を襲ってくる、ある種のデスクロー、あれは一体何なんだろう、あれは一体何だろう、ある種のデスクロー、デスクロー、知らない、ですは悪で怪物は悪いということしか知らない、わからない、もうこいつが襲ってくることはない、シート、もうこいつが襲ってくることはない、シート、ダメだ、怪物はまだたくさんいる、休む間もなくやってくる、怪物を倒す、別の怪物が来る、また怪物を倒す、また別の怪物が来る、怪物はいつまでもやってくる、怪物止めるの、助けてくれるか、いいだろう、俺怪物倒すの手伝う、もちろん手を貸そう、お前助けてくれるのか、シート嬉しい、シートについてこい、分かった、シートについてく、怪物を倒すのに役に立つ、あ、ここ武器ある、シート、シートの後、なんか武器もすげえ弱そうだしな、持ってるのシート、佐川、なんか現代からかけ離れた人がこんなところにいるっていうね、武器があるって、ちゃんとしたまともな武器かね、お、サファリアドベンチャーだから動物園、元は動物園のようなとこか、シートをスルーしてるよ、待って待って待って、オッケー、でもデスクローっぽいけどな、ここか、レイチョルイハウス、おお、ウホウホゴリラがたくさんいる、ここが家、これが家族、いや心配はいらない、襲ってこない、シートの友達、
どうしてこのゴリラたちに育てられることになったのか知りたい。あ、育てられたんだ、ゴリラに。どうしてこのゴリラたちに育てられることになったのか知りたい。シートが小さい頃、最初の家族が亡くなった。最初の家族はシートに似てた。シートは死ななかった。歩き続けて動物のいる場所を見つけた。新しい家族を見つけた。新しい家族は助けてくれた。食べ物と水をくれて守ってくれた。シートは大きく強くなった。家族のために怪物と戦っている。なるほど。へえ、素敵な家族だね、シート。へえ、素敵な家族だね、シート。お前いいこと言う。新しい友達好きだ。今はお前がシートを助けてくれる。家族が危険にさらされている。怪物から隠れてここにいる。安全なのはここしかない。ここには食べ物がない、水もない。シートが家族のために外に出ると怪物は殺そうとして襲ってくる。たくさん倒した。でもまた怪物が来る。終わりがない。家族が怪物に襲われるのが怖い。大丈夫、シートの家族は俺たちが守る。大丈夫、シートの家族は俺たちが守る。シートは新しい友達のこと好きだ。話知っている。怪物止めるのに役に立つ。家族と食事をしてた。しわくちゃの人間が家に来た。しわくちゃの人間怪我してた。シートは助けようとした。しわくちゃの人間怪物を作ったと言った。シートは怒った。怪物が家族に襲いかかってきた。怪物が家族を襲ったこと、しわくちゃの人間謝った。キラキラ光るものをくれた。怪物を止めるのに役立つと言っていた。助けようとしたけれど、しわくちゃの人間は死んだ。しわくちゃの人間を土に埋めたけれど、光るものは今でも持っている。キラキラ光るものをやる。シートを助けてほしい。ドクターマグダーモットのホロテープ。シワクチャの人間で、それグールじゃなくてゴリラが4体。テープ聞いてみるか。これだ、ドクターマグダーモットの西かだけど、ホロテープ。シートと話す。ゲータークローがはびこる原因を調査する。再現装置ってのがあるから、それを停止させないといつまでも発生するつうわけか。あー、ゲータークローかな。怪物はサファリアドベンチャーの下にある動物クローン工場から来ている。光るもの役に立ったのか。
この辺りのクローン工場について何か知らないかな。この辺りのクローン工場について何か知らないかな。その言葉聞いたことがない。友達が何を探しているか知らない。でもシワクチャの人間のこと詳しく知っている。ずっと前シワクチャの人間が大きな三角形の家から来るのを見た。大きな三角形の家に行ってクローン施設を見つけて怪物を止める。友達についていく。手伝う。ん？君の家族も手を貸してくれるか。え、ゴリラ4体も一緒について来いという選択肢赤。君の家族も手を貸してくれるか。クリスは大きくて強い。ついてくる。友達とシートを手伝ってくれる。霊長類、大きな三角形の家に入る。難しい選択肢だったけど、ゴリラも来ることに。こんなとこにモンキー。ここは特に何もない。まあじゃあその工場っていうか、まあ装置を止めることができれば解決だね。じゃあキャッピーがいて、おぬかこーらクォーツ、アリの肉、バラモンの骸骨。お、こっちは行けない。いや、知ってるよ。さてと、晴れてきた。鳥の声がする。まずはクエストのサファリアドベンチャーで、大きな三角形の家に入る。こいつがまだそこら中にいるんだろうね。そんなに脅威でもないけど、こっち行ってみるか。檻はみんな開いちゃってるし。おお。ゲータークローはいないな。ウカコーラの試供品がもらえます。コーラはある？あるある。オレンジ。凶暴な動物が暴れ回ってるとかじゃなくて、もうみんなゲータークローか。バーンヤードフライ動物園で服が汚れましたか。ドライロックが来た。新しい服がたった50ドルです。シータ本当にそれで戦うのか。最高だね。あ、じゃあみんな強い。あ、じゃあシーターじゃない、シートだ。鍵しか持ってないね。盗めたぞ。でも今持っておくといいことあんのかな。見つかっちゃうな。でもこれゴリラいるから。いいや。あ、こっちにもマシンがある。違った。三角形の大きな、おお、ツリーハウスだ。三角形の大きな家っていうのはどこ。これ上登れるね、ツリーハウス。あ、ゲータークロー。で、ピストル。違うな。ここじゃなくて、あー、待って、ここだ、胴体。あれ、ピストルあんまり食わないというか、リロードが遅い。バッツ、おっとっとっと、痛い。オッケー。ゴリラちゃんといる？あれ、ゴリラが、あ、いるね。船が乗っかってる。デリバラで行くか。おっと、いた。雄たけび上げてる間に半分ぐらい体力削って、 OK。 ゲージの代わりにシートをじゃなくて、シートはついてきてくれちゃうんだ勝手に。ツリーハウス、ツリーハウス。おお、おロングホーン。おお、首飛んだ。バラモンの一種なのか。うわ、砕けた。
ゾウの鳴き声までしてるし、コーラなし。こっちは台の上にゲーター黒。今すぐチケットを予約して、まもなくサファリアドベンチャーに新設されるゴリラアンフリーアナコンダコースターに最初に乗ろう。ここはなんもないね。と家は近いはずなんだけど、こっちか。あ、こっちツリーハウスに行けるんだ。3、あ、これあ正面だね。ウェルカムセンター、受付センター。さあ、ここがその家か。怪物か。怪物俺倒す。怪物いた。ああ、シート個性が強くて面白いな。OK。デリバラー強い。ゴリラの飾りがある。またモンキー。さて、これはパンフレット。なんか珍しいものはないか。受付せ、おぬからし。素晴らしい。新しいレシピとグレープ。よし。あれ、ゴリラ1体しかいなくね。ゴリラあれ大丈夫かね。最初から1体だったか。さあ、このドア、ん、シートをどうやって開けるか知らない。これで開けれるんじゃないか。AFD、AFAT、誰？テープ取ったぞ今。これか。我々 AFAD のメンバーから。AFAD か。チップムンク、我々の名前の意味を説明しろ。何をしている？こっちは忙しいんだ。AFAD というだけではダメだ。意味を説明しろ。遊んでいるんじゃないんだ、ラビット。もう録音は始まっているんだぞ。ここは後で編集して削除する。されてないね。わかった。我々アニマルフレンズ&ディフェンダーズから環境破壊を引き起こしている者たちへ大切なメッセージがある。我々の兄弟である動物たちが絶滅に近づくほど狩られている。それを黙って見ているつもりはない。行動を起こす。大企業がいわゆる科学の名のもとに我々の兄弟である動物たちを虐待している。傍観者でいることはもはやできない。我々は行動を起こす。我々は背を向けたりしない。食料にするつもりもないのに動物を殺すことも言い忘れるなよ。録音しているのがわからないのか。赤いランプがついてるだろう。あ、すまない、チップムンク、手伝おうと思って。そのテープをよこせ。またやり直しだ。これが終わったら成功のテープを捨てて失敗のテープを残すようなことは二度とするな。録音に慣れていない人たちなんだね。アニマルフレンド&ディフェンダーズ、動物の友達で守る人たちな感じ。ターミナルのみ。これだ。ターミナルはロックダウン中。要求？アングリーアナコンダについて何か知っているかシートに聞く。あ、ここにも AFAD が。セキュリティレベル。ん？チンチラ、オラウタン、ディンゴ、グリズリー。シートに尋ねる。ドクターハインは誘拐されてアングリーアナコンダという場所に連れて行かれたらしい。それを見つければパスコードを手に入れてクローン工場に入れる。古い動物園のヘビの名前みたいだ。そうか、博士は巨大なメタルのヘビの下にいるかも。
巨大な金属の蛇。巨大な金属の蛇、何のことだ。心配いらない、シート、知ってる。知ってる。大きなライドだったかな。ライドは大きな蛇に似ている。どこからでも見える。すごく大きくてグネグネしている。動物園の後ろの坂の上、博士、そこにいる。ほう、よくやったシート。よくやったシート、助かったよ。シート、役に立った。シート、友達助けるの好き。ドクターハインはそっちに連れてかれたのね。ターミナルがどこかにある。じゃあここ開けれねえのか今は。オッケー。というかここシートとあとその愉快な仲間たちが住んでるのに、ここを制圧したらギャングに振り分けちゃって大丈夫なのかな。ゲストの皆さん、さて家に帰る前にムカ軽度の景品チケットを交換するのをお忘れなく。すぐそこか。うん、いや全然違うな。外れか。ちょっと外れに行く前にこのツリーハウスに登ってみたいんだ。射撃開始。オッケー、ヌカチェリー、このツリーハウスに登ってみたい。こっちから行ける。なんかレア物はないかな。まだいるな怪物。待って、これ迷路。迷路だなこれ。どうやったらそっちに行ける。ん、行き止まり。おお、ゴリラ。こっちか。これパワーアーマーのハイジャンプ、ジェットパック使えばピョンといけんのか。これ登れる？登れない。あれあれ、でゲータクロがいた。待て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 。あ、ステルスアタックになんなかった。あ、痛い。待って待って待って待て。オッケー。さあ、ツリーハウスに近づいてんのか近づいてないのか。近づいてるのか。あ、来た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 。よし、上へ参ります。まさかツリーハウスの中にもゲータークローはいないだろう。よし。ん？ロボット？アイボットがいる。あれ、話しかけれない。ん、ハッキング、ハッキング。停止しかないや。なんかない。ディスペンサー。あ、メダルゲット。これはぬかミキサーステーションでコーラがあって、お、ビクトリーやった。で、オクアンタムもある。お金もあって、マネキンもいて、ミサイルランチャー、弾がたくさんある。これ以外は特に何もないか。もう何もないね。オッケー。向こうか。一回ここから出ないとな、目的地。さて、サファリアドベンチャーの外周来てるけど、なんかコースター跡がある。で、ちょっと汚染が始まってる。あと 70m。 これ開発跡みたいのが、ゲータークローもいる。ここを探索しろと、制圧して。じゃあ今回ここまでにしよう。じゃあ次回ここ、向こうに見えるのがツリーハウス。
ここ制圧して、そう、なんだっけな。ドクター・ハインはアングリー・アナコンダという場所へ連れ去られたから、そう、らしいから、まず、この辺で多分パスコードをゲットしよう。シートと、愉快なゴリラと、あとゲージで、濃すぎるな、メンツが。そしたら、今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。